こんなお弁当がある。すごいな。これ面白いね。ケンタロウ。こんにちは。今撮ってるよ。フラワーティーで。やっぱね、結婚記念日ってあってね、うん、ハートの形が多いんですよ。ありがとうございました、俺は。あ、今出てるよ、フラワーティー。日曜です。今、勝手に地域目選手権やってるから、上と下。あ、入りちゃんとも忘れちゃった。やべ、声だけ失礼みたい。声だけ失礼なし。なんか結構こういいのいい感じだわ。でもなんかこうやっていっぱい並ぶとやっぱりこうあれだね。これ上の選手権はやばそうだよね。上はね、まあ賛否両論あると思う。これ魔術師。魔術師。あ、魔術師。あ、これはうちのラッピングの魔術師の作品ですね。なんだこれ。なんだこれ。なんつうんだろうね。これこのお人形さんたちみたいな。なんでしょうね。これはバークですからね。うん。面白い。これは何これ。これは紙。あ、紙なんだね。ラッピングペーパーですね。へえ、すごい。いきますね。いや、どないよね。お、これすごいね。これこれすごいね。誰が作った。自分でしょ。自分だ。いや、 やっぱりこうやっていっぱいあるとちょっとこうちょっと変わって可愛い感じのものが目立つね、うん、で会場が暗いから、うん、ちょっとこう明るめのやつは目立つね、うん、これは風船にラップ。これは風船に自分で文字を書いてるね。山さん、うん、その人形いいね。この人形ね。え、器。これ器に苔が張ってある。なかなかこういろんなバリエーションがねありますね。はい、これで大体全作品が揃いました。はい、これで作品を全部見てきましたね。じゃあ、どの作品が1位なのかをこれから決めていきたいと思います。皆さんはどれがいいと思いましたか。やっぱ黒が見るのとね、白とか見るの、白とかね、一般消費者が見るのと違いますね。確かに。じゃあ今日はこのプロ目線で見た1位を決めていきたいと思います。じゃあ行ってみよう。東京。はい、じゃあ1位はどれですか。1位はどれ。まずつとむちゃんの1位はどれですか。単純に綺麗なの。そうですね、こんだけあるとね、なんとも言えないですよね。確かにね。こんなにいっぱいあるんですか。こんなにいっぱいあります。すごいですよね。まあ、コンセプトとして面白いのはやっぱあのお弁当じゃないですか。お弁当ついていいでしょう。お弁当。はい、これですね、
じゃあ、つとむちゃんの1位はこのお弁当で決まりです。これは誰だ、はい、カイト園の大平くんですね。あ、本人のこんな本人の似顔絵もありますね。じゃあ大平くん、おめでとうございます。1位です。はい、僕が決める1位も、俺もね、これいいと思ったんだよね。一緒ですか。うん、だからこれ1位でいいんじゃないかな、うん。じゃあこの怪盗園の大平くんのお弁当アレンジがすごいですよね。多分これエビのエビフライマジこれエビか、うん、でこれシューマイ。あーマジか。でこれ多分ウインナー。それウインナーなの。多分ね、分かんないけど、ね、ここにみかんとリンゴが入ってる。なるほど、フルーツもあるんだな。ちゃんとコンセプト的にはしっかりしてますよね。なるほど、うん、じゃあこいつ食べようかはい、戻ってきました。1位はピザいって1位は大平くん の, あのお弁当シリーズでしたね。はい、良かったですね。良かった、じゃあ今日の勝手に勝手に審査トーク、勝手に審査トークは大平くんが1位ということで決まりました。大平くんおめでとうございます。じゃあまた次回、はい、いつなんだろうこれは。来年です、ね、来年か来年やりましょう。そうですね、はい、皆さんまた楽しみにしていてください。次回お会いしましょう。 See you next time.